今回は、プレステ4版フォートナイトス、イベントスナイパー銃撃戦、カッコソロでドンカツ狙う。はい。はいはい。どうも、モアイケンです。実はプレステ4版フォートナイトがね、新しいイベントとして、スナイパーのみの、まあ、スナイパーのみではないんだけど、実際ね、スナイパーのみの、モードが出ましたと。で、実際はね、これ100人。で、まあ、1人を争うね、ソロ、なので、そういう風なモードにはなっているんですけども、まあ、スナイパーライフルね、3種類か、3種類と、あとボガン。はい。まあ、基本的にこの4つが、主に戦う武器となります。まあ、あとはアイテムちょこちょこ、罠だったりね、そういうものは、あるんですけども、そこはね、自分で実際確認してください。でね、今回ね、これドンカツ取れたか取れてないかは、ちょっとね、最後まで見ていただければわかります。ただね、非常に難しい。で、死ぬときはさ、ほとんどさ、ヘッドショットで死ぬから、まあ、あと3人や、あと4人だってなっても、まあ、最終的にね、後ろでずっと引っ張ってるやつが、勝ったりする場面もあるんですよ。で、まあ、何試合かやってみてね、ちょっと私が気づいた点をね、ちょっと皆さんに、ご報告という形になりますね。まあ、このモードに限っては、クラフトが非常に重要になってくるかなと思います。で、なぜかというと、まあ、例えばロケランだったり、アサルトライフルだったり、まあ、ショットガンだったりね、そういうものが、ないモードなんですよ。で、イコールどういうことかというと、スナイパーライフルの、弾だけで拠点を破壊するって結構難しいよね。まあ、一番多分レートが速いのはおそらく、セミオートのライフル、だったり、あとハンティングライフルだったりはあると思うんですけども、まあ、それだけでね、ある程度大きな拠点をね、壊すってのは非常に難しいんですよ。なので、まあ、攻めるとき、守るときは、まあ、クラフトをね、多用して、ドンカツに目指していこうかという、動画になっております。はい。で、さっき言ったようにね、ドンカツ取れたか取れてないかは、ちょっと実際にね、最後まで見てください。はい。では、どうぞ行ってみましょう。圧巻って結局こうなんだよな。ちょっと全く当たらないっていう。はい、はい。こいつはいい、こいつはいい、こいつはいい。こいつ、まずこいつ。はい。無理。まずこいつ、まずこいつ。俺に標準を合わせてこいつからやっていく。はい。うわ、また人来た。後ろから足音。狙っていけ。当たってない。当たらない。あと一発。もう無理。ね、落ち着け。落ち着け。あれだ。あれだ。罠。罠のとこ行こう。全員こいつら引き連れて罠のとこで全員食ってやろう。さあ来い。はい、一人。はい、弾取る。はい、来い。さあ来い。さあ来い。はい。はい、こっち来る。はい。来ない。こいつ分かってんな。さっきのやつか。やべえなぁ。まず、ポーション飲まないとね。ポーション飲めばヘッド以外だったら生き残れるから。あ、こいつ。はいー弾なし。よしよし。はい、皆さんお騒がせしましたね。とりあえず今、残り68人という状況で、今、2キルできてますね。まあ、ただスナイパーのみなんで、ましてソロなんでね、なかなかちょっとキルはね、うまくいかないとは思うんですが、とりあえずこの上を取るっていうのが基本ですかね、とりあえずね。で、今とりあえず枠来てるんで、残り1分40秒。うん、なんで、ちょっと離れてくる。さあ、1人いるね。1人いるね。バレてないね。キー切るだろ、こいつ。キー切るだろ。いや、切らない。やべ、バレてっか、これ。バレてんな。きっつっ。きっつっ。よしよし。よしよし。オッケーオッケー。とりあえずオッケー。うん。サクッとな。サクッとやっていく。ミニポ取って、で、さっきも言ったようにね、このポーションね、かなり、飲んでおかないと、
本当に、ワンショで死ぬ。やべ、ラマあんじゃん。ラマあんじゃん。これは、来たろう、ラマあるね。まあね、これ皆さんご存知の通り、これラマですよね。素材まあ、資材かなり取れて、で、なおかつ、ケアパケの、くらいのアイテムも取れると。ちょっと見てみようか。開けるの長いからね。7秒ぐらいか。5、6秒ぐらい。まあまあ、こんな感じ。で、鉄石、木が500ずつ手に入ったと。エピックのセミオートと、ボルアクのレア、あとハンティングのアンコモン、あと救急箱と、デカポーションが2個という感じになってるわけだな。よしよしよし。だいぶいいぞ。あ、罠仕掛けとこうね。上にいいんじゃねえのこれ。いや、なんかね、こう、気配がする。いたんじゃない？今、チラッと、いた。森蔵になってんじゃん。左にもいるね。森蔵、へい。へっしょか、今。へっしょじゃねえな。しっかりね、一撃で決めていく。グッドゲーム。レアのハンティングゲット。さあ、これレアとエピックのみの武器になったぞ。床もしっかり持ってって。うわぁ、撃ってる。つか目の前にいるし。これいける？これいけんの？これいけんの？外してく？あ、オッケー。さあ、一回退避。相手はクロスボウ。こっちもチラッと見とかないといけないな。あいつ厄介だな。しっかりリロードしてね。で、これ武器チェーンしながら撃っていくと、やっぱりね、その分、レートも上がるんで、しっかり、そこら辺も考えてみる。ハンティング3つ持ちとかでもね、いいかもしんない。さあ、ここである程度クラフト立てよう、ね。とりあえずある程度クラフト。高さもある程度入れていく。下の左、そこの扉開いたから下にいるんだよな、どうせ。まあ、けどどうせ上がってこないから、タワー側を、確認して、あと左、俺を撃ってたやつ。枠はギリギリ入ってるね。いるね、一人。いや、外すだろ、今のは。今のは外すだろ。さあ、上がってこないけど、ずっと棒立ちしてると頭抜かれて一撃死っていうパターンがあるからな。とりあえず、タワーのやつ一人抜きたい。抜けそうな気がする。足元のやつはもう無視でいいな。いた。抜ける。オッケー、抜いたぜ。何メーター？ 161 メーター？激圧。あの奥は。あれは無理か。撃ったらバレるな。足元のやつクリアすか、とりあえず。この縁、あ、痛い。あかん。どこ行った？痛い。見てる。あっすー。まっすぐ飛んでんのかよ、本当に。まあ、私の腕が悪いだけですから、ね。とりあえず、拡張、床張って拡張して、こいつ絶対足元狙ってくるだろう。まあ、ご覧の通りね、このクラフトを壊すものが本当に少ないんで、もうはん、スナイパーラン、なんて、スナイパーライフルしかないから、とりあえずね、壁でしっかり囲うことが大事。さあ、来い。そして、罠を仕掛けて。バカではない。バカではない。さあ、来い。はい。はい、リロード忘れ。はい。はい、外す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 。偏差できない。偏差落ちできない。はい。はい、一発。もう一発。クイックショットできない。できない。さあ、当たらない。相手はボウガンのみ。ワンチャン取っつってもいいな。オッケー。え、そうでしょ。なぜ今当たんない。しっかりセミオートね、これ10発入るんで。はい。いや。セミオートうまく使ってた方がいいかもしれない。もう引くか、こいつ、多分。引くな、これ。落下しろ。
下しろ。落下しろ。してない。生きてる。ああ、無理だー。待て。とりあえず追いかけつつ、枠来てっからとりあえず走んなくちゃいけない。いや、これ走った方がいいな。これきついな。ジャンプパッドもない。どうしようね、これ。さあ、落ち着いて。さあ、あいつは絶対に並走してくる。これ、つか、かぶるな、若干。メディキが1個か。番手持ってくか、ハンティングライフル置いて、番手持って、番手でしのいでやるしかねえな。つか、このルート絶対あの後ろのやつ来るでしょ。絶対来るよ。いやー、かぶったねー。いや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 、後ろ振り向きたくないね、怖いね。ギリ間に合う、ギリ間に合いそうだな。だ、番手は巻かないとダメだね。ちょっと救急箱は使いたくないよね、もしものために。なんでとりあえず番手持ってきた。いや、とりあえず7個あってよかった。いや、間に合う間に合う。残り20人、一応5キルできてんだね。まあまあ最低ライン。さあ、こっから2ずつ減るからね。縮小が終わると2ずつ減りますよ。巻いた方がいいか。巻いた方がいいな。巻くか、2個巻くか。危ない、後ろ来てね。危ないよ。よし、行こう。間に合う、間に合う。さあ、このバリア開けが怖いね。バリアから開けたところ怖い。いや、いるし、バレてねえし。待って、これ、うわ。いる。待てよ。武器チェーンできるように集めて。ちょっとしっかりヘッド狙いたいね。いや、動くのかい。まずいな。まあ、とりあえずセミオート持ってるから、ハンティングライフルどうせ当たんないからな。セミオートで行った方がいい。どこ行った?てか、一気に7人減った。これ多分、あれか。嵐で、いるんだ。嵐で減ってんだな。うわ、車線入ってるね、ギリギリ。まあ、こんな感じでね。うわ、てか目の前にもいる。クラフトしっかり使ってた方がいい。はい、ダメだ。さあ、残り12。後ろ来てる。一回囲って、落ち着いて。はい、高さ大事。囲って。やばい、落ち着けてない。いるよ。いらっしゃるよ。もう登ってくるの?やべえ、棒立ちになってる。狙われちゃう。狙ってきてる、やっぱり。他のやつ狙ってくるんだよ、絶対。サイパーレフルさ、銃声が高いでしょ。音がでかいでしょ。はい、一発入った。だからね、すぐ寄ってくるんですよ。クイックショット。当たらない、クイックショット。上がってくるね。木邪魔。落ち着いて。枠来てるし、やべえし、だけど、あいつ一回、落下ダメージ入ってし、あいつ一発当ててるから、ワンチャンちょっと枠で死ぬんじゃねえか。けど、まあまあ落ち着いてたからな。あ、飛んできてんだ。うわ、後ろいいんじゃん、もう。うわ、待って、落ち着こう。待って、こいつを少しでも、枠に入れるために。うわ。全然。ばい。うまくクラフトを、ここの間に入って、ここを塞ぐ。はい。若干減ってるぞ。激圧金あった。待って、やべ、セミオート、あ、いいか。セミオート捨てたと思ったけど、金のセミオートなんだ、これ。いいぞ。よいしょ。
さあ、間に合ったぞ、間に合ったぞ。と、あ、取れねえし、取れねえし、うわ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 。やべ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 。やばい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 。あかんて、あかんて。うわ、めっちゃいる、めっちゃいる。とりあえず上、とりあえず上、とりあえず上、かっこいい、かっこいい。とりあえず上、かっこいい。よし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 。上は塞がなくていいか。罠仕掛けた、これあんまいい罠じゃねえな。まあ、とりあえずいいか。とりあえずいいか。さあ、一発回復入れて、ボルアーク一丁。レアのボルアークとレジェンダリーのセリオンと。いるな。うわ、てかそこにいんのか。けど、どうさえて射線入ってこない。オッケーイ、ヘッドショット入ったね。262ダメージ。激アツ。さあ、残りはこいつ。一回屋根作って、一応ね、言ったようにね、冒頭で言ったように、後ろからね、もうヘッド狙われるのは非常に多かったんで、まあこれ、枠外なんで、大丈夫だとは思うんだけど、一応念には念をね、入れておかないといけない。とりあえず、焚き火して、上に階段作ってか。とりあえず、これで100まで上げよう。足元いるね。まあ、スナイパーライフルなんでね、そんなに体力ね、重要じゃないみたいな感じになってるけど、まあ、けどね、精神的な問題だよね。せっかく100まで上げれるのに上げれてない状態が一番怖いから。私なんかはもうすぐ上げちゃって、さあ、いろいろトランポリンも取ったし、焚き火も一個取ったね。さあ、ここで少し精査したいね。うわ、来てる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 。オッケー。金のセミオートゲット。さあ、来るね、来るね。来るね、来るね。とりあえず上取りたいね。上取りたいね。けど枠外なんだよな、これ。うわ、めっちゃ狙ってるわ。切ってる。壊してる、壊してる、壊してる。あの奥か。あそこか。ワンチャン抜けるか。無理か。で、やっぱりね、クラフト作ると目立つから、少しここ走っちゃう。後ろ来てる、並走してる。オッケーオッケー。あ、いや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 、落ち着け。階段作って詰めよう。いや、つか俺の行きたいところに、うわー飛んできてる。行きたいところに拠点があるんだが、とりあえずこれで枠入った、枠入った、枠入った。さあ、作ると作ると、とりあえず床張って壁作って耐久値を上げて、オッケーオッケー、落ち着け。よし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 。いいぞいいぞいいぞ。上がってきたね。やばい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 。罠、罠。さあ、この罠ゾーンに来い。罠ゾーンに来い。罠仕掛けらんない、仕掛けらんない。なんで、なんで仕掛けられない。うわー、こいつ落ち着いてんなー、ほんとに。さあ、これで回路は立ったぞ。うわー、こいつ、分かってんな。とりあえず塞いじゃえ、塞いじゃえ、塞いじゃえ、塞いじゃえ。塞いじゃって、一回あっちのやつ見ねえとダメだよな。無理だな、無理だな。下に落ちたか。しつこいな。はい、オッケー。オッケーオッケーオッケー。よし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 。さあ、残り5人。7キル。うわうわ、やべ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 。とりあえず、拠点に1人2人いる。うわ、つか拠点壊される瞬間だったな。つか、これ見てください、この枠。次の枠、海ですよ。ひどいな、これ。次、海ですか。きついな。とりあえず2マス作って、うまく地を使いながら囲っていくか。さあ、一回ちょっと撃ちたいね。で、リロード。リロードは全部していこう。さあ、屋根からチラ見。間からチラ見してもいない。透かしても見えない。直接の毒しかねえか。いたね。あぶねえ、あぶねえ。やるな、あいつ。やべえな、どうしよう。とりあえず拡張か。どうせ当たんねえだろ。とりあえず拡張。一段下げて拡張。待てよー。
しよ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 し、いい感じいい感じ、上も塞いだ。よし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 、壊しに入ってるでしょ。そんな簡単には壊れんぞ、スナイパーライフルでそんな簡単には壊れんからな。これ一人上がってきてんじゃん。マジかよ、一人上がってきてんね。いやいた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 、なんだあいつ、どこ行った、どこ行った今のやつ、そこにいる、うわいるね、いるけどちょっと厳しいな。1分17秒で次枠、うわあの正面だね、いい方面のやつが一番怖いな。残り4、1人2人は確認、1人が見つかんない状態か。キャベツいた、キャベツいた、激アツ激アツ、キャベツいた、これで4か、これで4で分かったぞ。 OK、 あと1周、あと1、え?やばくね今の。いったはぁ、ね、けど、ポーション持ってきてよかったね。いや、よかったよかった。よいしょ。ちょっとアイス食ってるから、はい、ダメだ、危ない危ない危ない、周りから撃たれてる、やべ、あと6秒、ダメだ、もう拡張、資源はまだあるね、めちゃくちゃあるね、さっきのやつめっちゃ持ったんだ。うわ、やべやべ、下抜かれる。待って、広く行かないといけないね。広く。いいよ。さあ、ここギリ入らないか。これ、壁作って置いといて、ジャンパクトあるから飛んで、上から覗いて、はい、発見と。一人発見。はい、もう一人発見。さあ、残り3人。これどうする、裏つくか、やべ、裏つくしかねえな、これ。うわ。やばい。オッケー。おっと、なんで上に階段あった、いける、オッケー。拡張。落ち着いて。よし。とりあえずまず生き残ること大事だな。どうせ当たんねえから、そんなに。当たらねえし、当てらんねえし。これはいけんじゃねえか。オッケー。うわ、つくか、ヘッド、はい。うわー、なんで外した、下。あいつ落ち着いてんな。はい。死んだ?うわー、マジかよ。やばいよ。本格的にやばくなってきたよ。本格的にやばい。いいね。かなりいい位置。かなりいい位置だけど。死ね。うわ。待って。向き変えて。やばい。手震えてきた。やばい。向き変えて、下から覗けるようにして。はい。これいけるっしょ。はい。あ。はい。嘘でしょ。はい。え?いや、よし、さあやってくれ、あとやってくれ、こいつが怖いな。どうだ、反応してくんない、あ、一人やった、痛い、喉痛い、一人やったよ、さあ残り一人、さあ待って、落ち着け、階段使う、これ壊しに入ってんだ。うわ、なんで動く、やばい、階段壊して、やばい、危ねえ、どうすんだこれ、やべ、なんで階段これ反対、
ああ、もうダメだ。行くしかねえ。行くしかねえ。行くぞ。行くぞ。行くしかねえぞ。もう行くしかねえぞ。チキン。これはチキン。チキンじゃねえ。いや、チキンだ。チキンじゃねえ。行くぞ。行くぞ。なんかやってる、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 なんかやってる。いない？いない？いないね。どこ行った？ここも開けてみる？あ、いい場所、いい場所、いい場所。いい場所。落ち着いて。足元救われないように。いるっしょ、絶対。絶対いるっしょ。いた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 。うわー、つかっ。この角度、うわ、やべ、行くしかねえ、行くしかねえぞ。おい、うわ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 、いや、痛い、痛い、痛い、やめて、やめて。